こんにちは、サトチンとコジカルです。はい、コジカルさんと秋葉原ガチャガチャショップに来ました。気になるガチャガチャ10選またやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずこちら知ってますか、ゆるキャン。知ってますよ。今ヘアキャンやってるの見てます？新しいやつですよね。そうそう、3分ぐらいしかないんですよ。うん、あれもちょっと、ね、ちょっと物足りないです、俺的には。あ、そうですか。あとキャンプしてくれないんだなので、こちら一回やっていこうかなと。りんちゃんがいいですね。300円でございます。でれん、青青。はい、なでしこ&りんちゃんが出ました。大変満足です。これ最高っすね。もう一回やろう。このね、葵ちゃんも好きなんですよ。犬山、関西弁みたいなの使ってるんですね。最近大阪行ったんでね、関西弁にときめいてるんですよ。そうなんですね。そうなんです。黄色といえば、黄色といえばパカッ、出た。おお、すごい。神引き、ありがとうございます。近いうちにね、家の中でヘアキャンガチでやろうと思ってます。それでは2種目目こちら、ゾンビランドサガ。見てましたか？見たことないですね。これも面白かったんですよね。アニメ全部見ました。このアニメにもですね、この夕霧ですか、この子がね、かなりじゃないですけど、おいでやすみたいな。いきまーす。あ、400円だった。ちょっと高いです、ね、高い。でも全部いい感じなんだよね。パカッ。はい、あ、これゾンビらしかならぬ、やっぱりあれだね、さくらがね、主人公。いいじゃないですか。いいじゃないですか。もう一回やりましょう。そして夕霧を出すと。ゾンビバージョンでもいいですよ。どっちの方が欲しいんですか、ゾンビバージョン。あ、ゾンビバージョンじゃないですか。あ、そうなんだ。ゾンビランドサガなんでね、お願いします。あ、いいんじゃない、紫夕霧のゾンビとか。あー、これはですね、タエちゃんかな、タエちゃんのアイドルバージョンということで、ゾンビバージョンです。残念。うん、たくさんやりたいけど。3種目目いってみようか。こちらの僕のヒーローアカデミアやっていきたいと思います。戸賀卑弥呼狙いで。あー、しがらぎ。僕のヒーローアカデミア見てました？いや、アニメ見てないですね。フィギュア400円なんですね。そうっすね。うん、あと1回。まあまあしますよね。まあまあ、おにぎりだ。あ、爆豪だ。まあ全然かっこいいんで。3種目終了です。前々から気になってたんだけど、やらなかったやつ、ドラゴンボールスーパーキャラコレ、ゴールデンフリーザか、まあ悟空とか亀仙人もいいですね。あー、もうマイだよ、マイの未来。唯一戦闘民族じゃないじゃん。確かにね、前だけ戦闘してないよ。悔しいんで、もう一回。前じゃないんや、トゥー。お、ザマスの合体。いいじゃないですか、ザマス。いいっすね、いいザマス。うん、どういうこと。5種目目ドラえもん。狙いは通り抜けスープか、タイム風呂敷、アンキパン。ほぼ全部じゃん。だから当たる確率は5分の3。お、いいっすね、タイム風呂式。めっちゃクオリティ高いよ、これ全種類欲しいわ、普通に。うん、よし、6種類目こちら。これ山城にもね、再入荷されてましたね。久々にやってみよう。これやりました？いや、やってないですね。人気ですよね。めっちゃ人気、ツイッターでバズってたもん。うん、おにぎりバズってて、上野に行きました、やりに。いや、これをやりに。そうで、一番人気なのがイクラなんですよ。へえ、そうなの。私のネット情報によると。パカッ。おお、一番人気。なんでイクラが人気なんですか？一番可愛いんですよ。昆布ちょっと汚いでしょ。汚くはねえ。明太子も汚いでしょ。汚くねえ。梅干しはちょっとしわくちゃでしょそういうもんだな。で、焼き鮭はちょっと微妙でしょ。微妙じゃねえ、一番好きだよ。一番好き。で、イクラが一番可愛いんですよ。ということで、
おにぎりングでした。5種目目終わり終わり。6種目目こちら。これを目的で来たと言っても過言ではない鬼滅の刃のパジャマキャラ、パジャキャラ缶バッジとおねむたん、こちらが再入荷なんですね。昔見かけましたね。まだ鬼滅の刃が流行ってない頃、はい、やればよかったと思ってました。めちゃくちゃプレネってましたから ね。でもこれ再販によって、まあ、下がるわけですかね。そうですね、でこっちが新しいやつですか。これも再販です。あ、そうなんですね、はい、じゃあね2回ずつやっていきますか。ホログラムのねずこが欲しいです、1回200円のパカッ。お、どっちだ、どっちでしょうか。ででん、あれだ、ホロじゃない方のねずこ。いいっすね。今日ガチャ運いいっすよ。今日ガチャ運いいっす、やったね。やっぱ日頃の行いがいいんで。ソシャゲもやっちゃいますか今日。え、ソシャゲもやっちゃいますか。やめます。最近ソシャゲ離れしてるんで。そうなんだ。2回目、お、ギユーの、ギユーのホログラムが出ました。すごくね、十分に勝ちでございます。ありがとうございます。さあ隣でございます。7種目目おねむたん、こちらが1回300円で、ほじからさんの推しがいないですね。そうですね、これはまだ第2弾に出てくるんじゃないですか。出てきてほしいですね、柱シリーズですね、まだ柱じゃないんで。これギユですね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。まあ何が出てもいいんですけどね。まあね、狙いはねずこ、ねずこ。うん、いきます。2回目、ギユさん以外だね。お願いね。お、善逸ですね。黄色い善逸。これ300円でこのフィギュアってすごくないですか。これすごいっすよ。結構でかいからね。そうっすよね。そりゃ高くなりますよ。缶バッジとかラバストはやっぱいっぱい出るじゃないですか、フィギュアって少ないんですよね。しかも初期ですからね。これ人気が出る前からあった、で腹がパンパンっていうもん。何腹がパンパンってやりすぎて、はい、あと2個はこちら。この2個でいきたいと思います。このマルキャラクターズラバーマスコット、こちらのバタバタする迷子コアラゴールド。急にびっくりしちゃうから急にそれやってもびっくりしちゃうから。コアラさんじゃないな、これ割引価格ですから。はい、残念、コアラでした。クマ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 でした。聞きたかったっすか。聞きたかったっすね。じゃあもう一回やりましょう。いきますよ。2分の1の確率。ゴールド。コアラじゃなかったっすね。クマクマです。ラスト、もう5000円も終了する。やばくねえっすか。そんな使いました。めっちゃ使いました。最近のガチャ高いんですって。逆に言うとこれに5000円分入るんですね。そうね、このポケットにね。すごいね、便利だわ。さあラスト、原宿でもやったんですけど、母さんがスタンプで定期的にちょうだいって言ってくるキャラクター、キキプリ。ちょうだいって何。いや、 LINE で来るんですよ、このスタンプちょうだいって言って。ああ、プレゼントでね。そうめっちゃ珍しいんだよ。10個目は花子 A からね、D まであって、花子ちゃんとクマちゃん、花子ちゃんとクマちゃん B がありました。まあどれでもいいんですけどね。これはマーミーにプレゼント用で。はい、というわけでいかがだったでしょうか。気になるガチャ10選でした。なんかね、いいガチャがたくさんあって、すごい満足しました。ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。 Twitter、Instagram は動画概要欄からチェックしてください。バイバイ。